でそうすると次に聞きたいことはですね野球の将来像というか最終的にスポーツの将来像というのを聞きたいんですが、はい、まあそれよりも何よりも僕が一番興味があるのはまずその前に工藤さんの将来像で僕ですか。うん、でちまたではあのー、いくつかのっていうかかなり多くのメディアがですね、はい、将来、あのー、日本の代表監督、はいえー、ワールドベースボールクラシックの、はい 監督候補だという盛り上がってますがそれはま,あまだまだメディアがそう盛り上がってるんでどうですかそういう方向の考え方っていうのは、はい。<laughs> うまあ、あの僕自身のその何んですかねえまあやりたいこととかまあ自分ができることっていうのはあのまあ結果的にはああやって監督をやって勝たていてだいたりとか。 っていうののはあるんですけどその僕自身はどちらかというとその育成であったりとか、うん、まあそういう WBC とかそういうところに出られるような選手をどう育成していくかっていう方が本来はまあ僕自身がそのまあスポーツ科学を勉強してきて一番はその根拠に基づいてちゃんと選手たちにも話ができたりとかやっぱりトレーニングするってやっぱりそのそのの体を鍛える強くしていく。 はいまあ、そういう中でパフォーマンスを上げていくっていうのはいろいろ勉強させていただいたこともあるので僕はそっち側の人間本来まそっち側の人間ではないのかなというふうには思います、うんまあ、いずれにしてもねあのきっとあのまたあの僕らにあの素晴らしい夢を見させていただけるんだと思うんですよ。いうでね チェコスロバキが覚えていらっしゃいますあんなに感動してくれて、はい、チェコの国民すら野球が大好きになったっていう、はい、あの真摯に野球に向き合って試合をやってる中からあの敵すら感動をお互いにできるような場面が作っていけて身体と精神あのそれから技術と。 それからそれぞれのスポーツの持つ楽しみ方もあるけれど、はいうん、それをお互いにやってることがお互いにとって本当にこういうなく素晴らしいことであると思えば、はい、自然に世界に広がっていくんだろうなと思うんですよねこれももう一つ大切な育成だと思うんですよそ,です、ね、それは日本代表の監督になったからこそやらなきゃいけないことなんじゃないか、うん、つまり子どもだけじゃなくって野球がワールドスタンダードになるっていうこともね、うんはい、それを やっぱりやるのもその代表監督の僕仕事じゃないかと思うんですがいかがででしょうそうそすね広い意味で考えれば今回の WBC というものがきっかけになって、うん、まあかなり多くの方に、まあ、当然日本国内だけではなくて海外からも選手の紳士的な対応であったりとかそのやっぱり野球に対するリスペクトであったりとか。うんうんうん っていうものをそのなんかこう日本の野球を通してこうなんか評価してもらった部分というのはあるんじゃないかなとうう思うのでなんかそこはあの絶対的に必要な部分であったりとかやっぱり大切に日本としても大切にしていかなきゃいけない部分じゃないかなとうう思っているのはあるんですけどあのなんかそこをなんかなんか全部背負ってということよりは子どもたちが楽しく野球をできる方法はないのかと。 いうのはありまあその勝たなきゃいけないっていう確かにスポーツっていうものを通しては勝たなきゃいけないんですけどの勝つだけではなくてやっぱり楽しむ全ての人がプロになって全ての人が一流になるわけじゃないじゃないですかでもそれを通していろんなものを学んでいって自分の将来性をつかんで将来何かやりたいかっていうのをつかんでいったり当然トレーナーになる人だったりとか、うんはあ、まああのトレーニングとかそういう。 方に行ったりとかですね逆に言えば自分が怪我をしたからお医者さんになってそういう人を助けたいっていう人たちもいると思うんですよ。だからそういう子どもたちが将来自分がこうなんか思い描いてるような未来になるようにその中の,その野球っていうのが一つのスポーツであってほしいというふうには願っているので、うんうん、はいいやあの素晴らしいあのおっしゃる通りだと思うんですね。さて、まあ、あの ちょっとここかからはあ学内向けかなひょっとしたらまあ一般の人向けにちょっとあの、はい、違う角度であのお聞きしたいんですがあの、はい、今、先ほど楽しんで野球やんなきゃっていうのは、はい、あの実はね、ノジゴロ先生がすでにおっしゃってまして体育とスポーツの違いっていうのがあって明治の後半でしたかね、うん、あの体育が体を鍛える、うん、ルールを覚えて互いにあのルールを守ってやるんだと。 で最終的には健康につなげよう、はい、でスポーツはそれに加えてエンターテインメント性がないといけないとおっしゃってる<ー>つまりもう加納先生の時代にそうおっしゃってるんですね、はい、うでそういう観点で、ね、もう一度考えた時にやっぱスポーツが今度は人間を育てるっていう意味でうそういう楽しさっていうのも含めてですよ、はい、あの今工藤さんあのスポーツの価値最大の価値は何だというふうに思われますかうん価値ですか 急に言われるとなんかすごくなんか難しくなっちゃいますね。うん、いやいや簡単に言うとスポーツやる<れ>なんだろうやりがいっていうかね。はい、スポーツってこんなのがいいよっていう。まあ、はい人生を変えてくれますね。うん、僕はもう多分、うん、180度っていう表現はありますけど、うん、多分あの1周回っても周目2周回るぐらいの人生の <laughs>、はい、変化がありましたね。うん まあ僕,僕の話すると変かもしれないですけどいあうちは貧乏だったので僕高校本来行けなかったんです、はい、でもまあ中学までは野球やろうっていうそこをちゃんとやろうっていうふうに思って自分でやってきて、うん、でそれが終わったらデッジ奉公行って、うん、まあ料理の手に職を覚えてそういうものになりたいなっていう、うん、でもやるからにはまあ中学まで一生懸命やろうとしてたことが。 そのチャンスに次のチャンスにつながったっていうところがあったので、ね、人の出会いによってたまたまそのチャンスを頂い,いてでその特待生っていう制度があって、うん、僕は高校に行くことができてだからすごいだから野球において自分の人生を変えてくれたりとか野球で人と出会うチャンスをもらえたりとか全てがなんか野球から切り離すことが一つもないので。ででも、ね、それれはあれですねあの ラッキーもあるけれども、はい、ラッキーを呼び込むだけのやっぱり一生懸命な野球への取り組みを見てた人がいるんだと思うんですでそうじゃなかったら別にねあのそういうことは起こらないのでそこはやっぱり謙虚に今「あの人が」って言うけど違うと思いますよそれもあったけどやっぱりその真摯に野球に向かってた姿を必ず見てた人がいたんだと思います。でね、そういうい意味で大学に入ってあの あ白木先生に習ったこともたくさんあるだろうし文句もたくさんあるでしょうけどどうせだからどうぞの白木先生について思うことあったらね述べてください好きなように。の白木先生に直接というわけではなくて一番最初福林先生に紹介していただいてで福林先生が「俺はトレーニングは見られないから紹介するよ」って言って紹介していただいた方が白木先生だったんですね。 はい、肉離れを僕した状態で先生にお会いしたんですうん、うん、あなるほど、はい、で治んないんですけどってマッサージしてもストレッチしても治んないんですけどって言った瞬間に先生が「あこれはもう急性期じゃないからあとトレーニングだね」っていうふうに言われてでトレーニングしていったらそのもうすごく大きなしこりがこうど,んど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 ん小さくなっていくんですよ。小さくなって小さくなってで最後にはもうなくなって普通にあの伸び縮みもするようになって動くようになったっていう。 先生すごいなぁと思って <laughs>、はいね、球団のトレーナーもトレーニングコーチも誰一人直すことができなかったものを感覚的にはその真逆のトレーニングをすることで直すっていうことがこれがえ今の科学なのかなっていう今まで野球界の中だけのトレーニングだから練習の方法であったりとかっていうものだけでこう全然そのまあ えー、まあどっちかというと胃の中の飼わず状態だった自分がいわゆる化学っていうものであったりとかそ,のそ,のそれによってこう体の使い方であったりとか、はい、どう使われるとお、まあ、例えば下半身だったら安定しやすいとかっていうことを先生たちといろいろ話をしながらやっていく間にいろんなトレーニング方法がこう作られていったんですよ。うん だから正直その僕はまあ素人でっていうところありましたけど、うん、じゃあこうするためには先生どうしたらいいのだったらこういうトレーニングがあるよあんなトレーニングがあるよとあ実際やってみようか、うん、やってみるど何がいい <laughs> どれが野球に合う、うん、すごくはその辺の,いうですか、ね、あの自分で言う,こう気づきみたいなものがむちゃくちゃありました。うんはい 今まではこんなふうにしてしか考えてなかったけどあもっとこう考えなきゃいけないとか、うん、あこういう使い方ができるようになったらもっとよくなるんだとかで今ではなんかどこの球団も持ってたりとかしてなんか当たり前のようにやってることをもう僕らはもう30年近く前にあのやってたっていうところがあったのでだから非常にそういう部分では自分を知るっていうは自分の今まで気が付かなかった自分に気が付くっていう時間をいただいたっていうのが。 あこうやったら壊れるんだっていうところまで、うんうん、あもうもうもう一回,回入っちゃうと先生の言うことが全て正しいになるので <laughs> はいこれもやってあれもやってっていう間にだからもう毎年のように筋力が上がっていったんです、うん、すごいですよね、うん、はいですすごい、はい、でもまだ練習すりゃいいかな <laughs> <laughs> はい、であのもう一つ最後にあの筑波大学実は今年10月1日に開学50周年を迎えます、はい。おめでとうございます、はいでまあ、過去の50年は50年としてそのレガシーの上にあの僕らは僕らの大学らしく進んでいこうと思っています。はい、で工藤さんとして一言だけどうぞ大学に対してのエールをいただければ幸いだと思いますが筑波大学に対するエールを、はい まあ、あの僕本当に筑波大学でよかったなっていうふうに思いますし、まあ、その中でしっかり学べて、えー、っていうことが、まあ、今でもその大学で一緒にあの学んでた年は違いますけど <laughs> お子たちとやっぱりこうあのコミュニケーションも取ってますし。 やっぱそういう人との出会いの素晴らしさっていうものを大学でっもっともっと大学だけじゃなくて大学に行ったりとか博士課程に行くとやっぱりもっと自分のやりたいことをなりたい自分に近い中で、えー、いろんな人に出会うきっかけっていうものをね作っていただけると思うしでそこの中で、えー、自分が学んでいきながらもっともっとこう知りたい知らなかったことを知るっていうことが。 自分の世界を変えてくれるっていうことにつながるので、はい、あのどんどんそういう若者たちを。たくさん、<laughs> えっと、まあ、育成していただいて、はい。えー、まあ、スポーツ界だけではなくてですね。はいはい、はい、すべての世界で、いはい、筑、え、波、ー、大学が。あのー、みんなに、こう、愛される大学になってほしいなと思っております。ありがとうございます。はい、それでは。長い時間。こちらこそ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。